長岡哲平は、日本の実業家、社会起業家、児童養護施設等出身の若者に対して、就労支援を行う、株式会社フェアスタート代表取締役社長兼、NPO 法人フェアスタートサポート代表理事、神奈川県横浜市出身。2004年に、明治学院大学経済学部を卒業後、リクルートグループに入社し、 求人広告の法人営業に2年間従事。その後、当時の顧客に誘いを受け、大学院制の就職問題を解決することを目的とした就職支援会社の設立に参画。幹部としてフリーペーパーの発行や求人ポータルサイトの制作といった新規事業を立ち上げながら、法人営業、登録者へのキャリアカウンセリング、 広報採用担当と幅広い業務を兼任しながら、約3年間会社の発展に貢献。約5年間のサラリーマン生活の中で、働くことから遠ざかろうとする、若者の増加、若者が採用できずに苦しむ、中小企業の増加を感じ、若者と雇用の世界で、根深い社会課題を認識。この課題に企業という形で対峙したいと決意し、サラリーマンに終止符を打つ。 様々な教育事例、子育て環境、貧困問題などを勉強していくうちに、社会的養護の子どもたち、若者たちの存在を知る。親からの支援が見込めない中、逆にだからこそ同世代よりは、働くことに真剣に向き合い、高校卒業後18歳という若さで社会に挑戦するものの、多くがワーキングプアとなる彼ら、彼女等の現実を知り、 人材業界で培った経験を生かし、彼ら、彼女等の就労支援を決心する。企業準備期間を経て、株式会社フェアスタートを2011年8月に、企業、2013年1月には NPO 法人フェアスタートサポートも設立。ありがとうございます。